はい、それではメンバーシップということで、で、翔さんからですね、チャットの質問を受け付けます。まあ、昨日もちょっとね、本当、なんだ、俺の質問拾ってくれなかったコールがあったんあったんでですすけか？ど、あったんだ。なかなか全部拾えませんので、それはすいません、ご了承をいただきたいと思います。あと質問もですね、ちょっと少し丁寧に書いていただければありがたいのと、ちょっと全体の流れも多少ご勘案をいただければありがたいなと思っております。一応たかが文化人放送局2の番組構成ではありますが、まあ、それなりに政治的な分野で、流れを保っておきたいというふうに思っていますので、懲りずにご質問をいただければと思います。はい、それではですね、それまで、いよいよ今日出ました「文春第2弾」ということで、私も記事は昨日も読ませていただきましたが、山岡さんのツイッターを紹介させていただきます。13番ですね。文春が取り上げたこと自体は意義深いと。確かにね、発信力のある一番売れてる週刊誌ですからね。しかし、謎を説明する仮説には至らず、揺れた右襟の解説に画像だけではなく音声解析が用いられたことにも触れずに、別角度からの銃弾を、まあ、陰謀論で片付けている。さまざまな疑惑があることを指摘するなら陰謀論という言葉を使うべきではない。まあ、文春の記事はちょっとこちらではご紹介は遠慮させてもらいますけども、これ記事吉崎に読みました？いや、実は僕はまだ議会中で、もう徹夜で意見、質問とか作っててですね、全部後回しにしてます。はい。ですね、まあ、山岡さんがちょっとこう反論したい気持ちが、まあ、分からんでもないかなっていう部分は、まあ、実はあって、まあ、山岡さんとか、あと高田純さんはですね、山上が撃ったのは空砲だという仮説になっています。で、その根拠っていうのは、まあ、昭恵夫人の手元に、バラバラになった議員バッジと、あとはブルーリボンバッジ、これが警察によって届けられた。で、これは昭恵夫人が受け取られたということが記事にも書いてありました。で、私もそれは、知っておりました。昭恵夫人のご自宅で1時間半ぐらい話してますんでね、僕は年末に。で、合わせて背広が警察によって、返還したいという申し出があったと。で、この背広にですね、穴が開いていたと。ここが問題なんですよね。で、ただ、昭恵夫人は、その背広の受け取りは拒否されたと。これも、ようやく文春によって明らかになりました。で、この穴が開いていたっていうのは、あくまでも警察が言ってる話で。で、私も背広は見せてもらってないんですよ。で、背広には穴が開いてたっていうことを文春が書いてあるってことは6発ですから。そうすると、まあ、あれは空砲じゃなかったんじゃないかっていう、そういう、まあ、話にもなる。まあ、今私はここでね、何が真実かなのかということを絞り込むことではなく、いろんな仮説があって、私はそれでいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、多分それで山岡さんは、こういったツイートをされたのかなと。
思ってます。だ14番いきましょうか。で、昭恵夫人に届けられた議員バッジは6つに、ブルーリボンバッジは2つに割れていた。一体どんな弾道なのか。奈良県立医大は全身のレントゲン写真を撮影をしたが銃弾は発見できなかった。その後行われた司法解剖では非致死的な弾丸が、右上腕骨で見つかった。まあレントゲン写真を公開すべき、奇妙すぎるということなんですけど、この辺まあ記事を読んでいないにせよ、吉田君、ちょっとこの辺でちょっとコメントいただけますか。はい、2つありましてですね、はい、昭恵夫人が背広を受け取らなかったと、要するに個人のことをまあ思い出すのがね、あまりに辛すぎるからだっていうようなことだというふうに、そういうストーリーになってると思うんですけど、それもちょっと僕は不思議だな、ね、こういう事件に巻き込まれた方の心情っていうのは、押し量ることはできないけど、私が遺族だったら、とにかく個人に関するものは全部手元に、人様、警察みたいなところじゃなくて、自分のところに取り戻したいと僕ならは思うんですね。で、それを、まあ、その受け取りを拒否したというストーリーにされてんじゃないかなと、私はそこまで疑います。警察が背広返したくないんだけど返さないっていうと問題になるから、昭恵さんに説き伏せてですね、あなたは拒否したことにしてくださいって言って、昭恵さんも仕方ない、じゃあそういうふうにしますって言って、警察は、まあ、その証拠となる現物を外に出さないようにしてるんじゃないかぐらいにまで僕は疑っていて、ぜひその背広のね穴がどういう形状で何個開いててっていうのをもう日本中に公開してほしいですよ。で、そしてこのレントゲンについてもね、いや普通の犯罪じゃそういうことしませんって言っても普通の犯罪じゃないじゃないですか。こういうものについてはもう、情報開示して、レントゲン写真でも何でもいろいろな観点から僕はもう公人たる公人中の公人についての、まあ、不審な暗殺についての情報というのは、まあ、国全体の共有すべき情報として開示されてしかるべきだと思います。ありがとうございます。まあ、ちょっとこの辺の話は尽きないので、まあ、一個だけちょっとねぶっこんでおきますと、議員バッジってすごく頑丈なんですよ。もしあれが6つにバラバラになったっていうことになると、相当な僕は音がするはずなんだと思うんですけど、その辺はどうなんだろうかっていうところと、あと僕ね、6つに割れた銀バッジ、これ僕分析解析が必要だと実は思ってます。うん、本当に弾によって割れたものなのかどうか、そうですね、まあちょっと前振りっていうことで、まあ、銀バッジについては実はもう年末ぐらいからずっと疑問に思ってることがたくさんあります。6つに割れるっていうことは弾の直撃を受けた場合じゃないと6つなんかに割れないですよね。あるいはなんかこう吹き飛んだ後どっかにぶつかってその壊れたとか、いずれにせよその壊れ方で、まあ、そのどういうエネルギーを受けたかも解析できますよね。つまり弾によって6つに割れたのかどうかを確認してみたいって話です。はいはい、わかります。まあ、ちょっとここはまた休憩時間に、チャット欄で、ご質問いただきました、無双花真子さん、メンバー1年ということでありがとうございます。質問です。自民党は公明党と手を切るにはどうしたらできると思いますか。まあ、直接的当事者じゃない吉田議員はどうしたらできると思いますか。はい、これはまずですね、国会、まあ、そのトップ、その総理総裁、まあ、総理は関係ないか、総裁から腹くくってですね、ちゃんと戦えと、まあ、自分だけではなくて応援もらわないと死んじゃう議員がいるからみたいなことで、このまあずる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 こうやってきてるんですけど、結果、選挙の結果の中でそういうことがあるとしても、それを前提に選挙を組み
立てるべきじゃないんですね。だからちゃんとあの戦いなさいと、議員は全員戦ってんですよ、あの区町村 と、 とあの都道府県の議員っていうのはね、あの、まあ、あの小選、小さな区はあの、まあ、野合みたいなことやってますけど、3人4人以上 の、 あの複数選挙区では公明党さんは都議でもあの何でも立ててますから戦ってんですよ。要するに国会議員だけの都合なんですね。なのでちゃんと戦えと、そして有権者は有権者で、あの、まあ、しっかりと、まあ、自分が応援すべき議員だと思ったら、あの、あぐらかいてないでですね、あの、自民党の議員を応援する必要があると思います。まあ、僕はその自民党の議員じゃないので、あぐらかいてっていう、まあ、刺激的な言い方しましたけれども、あの、まあ、本当にですね、まあ、例えば共産党なんかですね、あの、今、もうすぐ統一地方選挙ですけど、朝5時からですね、まあ、要するにこう、活動家のおじいさん、おばあさんがですね、駅に立って場所取りして、で、なんかその若い議員はのこのこですね、7時ぐらいにやってきて、2時間寒風の中、冬の寒空の中ですね、活動家に立たせた後で、あの7時から街頭演説やったりしてるわけですよ。で、じゃあ、それをあの自民党の議員 の、 あの応援する人たちがやってますかというと、まあ、やっぱりやってないですよね。本人が5時から立ってますよ。で、どっちがいいんだ、悪いんだっていうより、そういうことを野党の活動家はやっているという、まあ、その事実、それをやれって言ってるんじゃないんですよ。それと同じぐらいのエネルギーで、あの地元の議員を応援してあげましょうよというふうに、あのだから党の側、議員の側も有権者の側もやっぱりその本当に必死でやってるその野党の議員と活動家に比べてやっぱりちょっとね、あの必死さがあの少しだけ負けてると思います。まあ、自民党はね、あの自民党の看板でずっとやってきているっていう、まあ、必死さであるとか、緻密さであるとか、その気持ちの入れ方、本当抱え、欠けてるっていうのは、もう今、吉田議員の指摘の通りだと思いますね。まあ、実はまあ国会議員だけじゃなくて、あの地方議員も、あの都道府県議会レベルは、もうあの公明党と談合やってますんでね。あのいや、議会では団子やってるんですけど、選挙区、いや議会じゃなくて選挙で、選挙区で別に複数選挙区でやっぱ戦ってますよ。いやだから一人区は団子やってる。そうそう、一人区は団子やってますね、うん、その通りです、おっしゃる通り、うんうん、だからまあ、はい、あのそこはまあ国会議員だから地方議員だからとかちょっとそこはあのカテゴリーはあの区別はできないと思うんで、まあ、あのおっしゃりたいってことはよくわかります。まあいざ有事となったらね、2000人の自衛官の命を落とすかもしれない、それでも突っ込めるかどうかっていう、そこの判断が、まあ、総理大臣なんかは多分求められるんだと思うんですよ。でも公明党と手を切れば、国会議員のみならず、地方議員も命を落とすと、それでも国が誤った方向に行ってはいけないという判断ができるかどうかと、まあ、それができたら多分公明党と手は切れるんでしょうね、うん、まあ、その辺のところだと思います。前田慶次郎さん、メンバー6ヶ月、ご質問をいただきました。質問します。大村知事が再選して名古屋久屋通りに明らかに中国人と思える人々がうろうろしております。山口の龍一さんも追いかけられたそうですね。お二人はいかが思われますか。いかが思われますか。まあ、ちょっと素直にちょっと質問に答えていただけますか。あ、もううろうろしてます。あのもう日本は北朝鮮のスパイは3000人以上、あの中国のスパイは3万人以上いるという、あ、見方をする人もいるんですね。あのそういう見方をする人もいます。で、あの、まあ、ご存知の通り、それまであのスパイじゃなかった人がいきなり公安に脅されて、あの泣く泣くスパイにあのなる人もいるんですよ。いろんな意味 で、 であの名古屋も東京もそうですけど、まあ、秘密警察署もありますしね、あのなんだろう、人民解放軍の兵士が兵服着て民間人のふりしてサラリーマンの格好して日本にいっぱいやってきてますし、で北海道なんかで人がいないときは軍隊型の行進してて、住民がびっくりしたらと突然ばらけて普通の人の歩き方を始めたとかね、いろんな目撃がありますから、あのもう十分もう日本中うろうろしていると私は思っています。だからスパイ防止法が必要なんです。
そうですね。まあ、全く同感で、あります。まあ、大村知事がそうしたっていう議論もちょっと前田慶次郎さんは言いたげなんですけど、そこはちょっと無理があるかなっていう気はしますよね。いや、でもね、今現時点トップが、はい、トップが今警戒育成を持っているところだと、あからさまな動きはしにくいですよ。石原慎太郎さんの時の東京都でですね、歌舞伎町浄化作戦とかやっていた時に、そんなこの、清流と振りかざしては暴れ回ったりできませんからね。だから今この状態を放置してるっていうことは、まあ、責められなければいけないと思いますね。はい。まあ、以前にはね、愛知県の、神田知事、まあ、実は私は会社員の時に一宮で4年、愛知県一宮市で4年私仕事した時の神田市長が後に、愛知県知事になられましたけどもね、とても中国大好きな方であられましたんでね、まあ、会社員の時の記憶ですらね、そうなんだからね、まあ、ちょっとそういう土壌はあったんでしょうね。もう一つ質問いきたいと思います。山根亮太さん、質問です。 LGBT 法案通っていいことありますか？今日は男、明日は女も可能っていうことで、吉田君どうですか？私は反対です。いいことはないと思っています。いいことはないと。法律で決めることじゃないと私は思っています。そうですね。まあここはね、私も微妙なところでね、まあ理想の世の中っていうのは法律がない方がいいわけですよ。こう法律はないけれども、それぞれの人、お、凍っちゃったかな、凍ってますよ。役が、まあ、上手にね、上手に成り立つ中でね、法律のない世の中が僕は一番いいと思うと。ただまあ一方ではマイノリティの声を、まあ、ちゃんと受け止めるという中で、ぼちぼち LGBT についての厳しい風当たりがあるっていうことは、僕もそれは理解してあげたいなと思っています。ですから、そこに権利を与えるとかいうことではなく、あくまでも本当はなくてもいいんだけど、現実に大変な差別があるってことは事実なんですよ。ちょっと言葉忘れましたけど、あいつ実はゲイなんやでとか、ホモセクシャルなんだぞとか、レズビアンなんだぞっていうことを、本人は隠していたいんだけど職場でね言いふらされたとかね、こういうことは、まあ、そこのその組織の中で、秩序とか道徳の中で完結してくれればそれでいいんだけれども、まあ、なかなかその枠を超えてしまっている事案が多いんで、まあ、理解増進をするという概念法ぐらいはあってもいいんじゃないかなっていうことで理解増進法になってきた。ただこれを作ることによってまた良くない方向に一歩進んでしまうという、まあ、危険性もまあ、あるのでね、まあ、作るならできるだけ手前手前のところで落とし所を作りたいなと思うんですけど、その辺は吉田議員どうですか？最後に一言いただいて、私は番組を締めたいと思います。はい、私は既存のさまざまな一般的な、まあ、法律、まあまあ、民法刑法いろいろありますよ。誹謗中傷はいけないとかね、一般の枠内で十分対処できると思っています。取り立ててこれだけ非常にこう強い、まあ、その義務権利、権利義務関係とかね、まあ、そういうことを与えるべきとは私は思っていないです。従来の、はい、いろいろ困って決まっていることの中で対処すべき、対処できると思っています。はい、権利義務は理念法には入ってないので、差別解消法には入ってるんですよ。うん、差別解消法には自治体の在り方だとか権利義務につながるようなことが書いてあるんだけど、自民党で、了解した
理解増進法には権利義務については一切謳ってないので、そこはまあちょっとそうご理解いただければなと思います。はい、それでは、本日も皆さんメンバーシップレベル2でご視聴いただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日は木曜日でありますので、発見ツイッター探偵団は来週の月曜日までということになります。はい、今週も皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。吉田議員どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。皆様ありがとうございました。中尾先生もありがとうございました。はい、お疲れ様でした。